こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は黒金商業のサクセスチャレンジの話をできればいいかなと思います。で、さっき初見プレイを終えてきて、僕一発目でさっき6位だったんですけど7位になりました。7位に入ることができました。で、かなりガバガバサクセスはしたんですが、デッキの構成が良かったことで勝利をつかめたかなという感じでした。で、そのサクセス動画は6時ぐらいに上げられればいいかなという感じなので、ぜひぜひ皆様ご期待ください。という話と、この作者例の話をしたいと思います。で、今回なんですけど、守備力ナンバーワンのキャッチャーを育成できるかを競うイベントですと。で、イベントトップはこちらと。で、黒金で作ったキャッチャーで今回は競いますよと。で、これが2時から始まっていて、土曜日まで期間があるようです。で、そうだな、今週忙しいな、やり込みできるかわかんないんですが、まあ、今日頑張ってやってみようかなという感じです。で、集計期間が土曜から月曜までで、結果発表が月曜日にありますよということで、まあ、月曜日まではこれをやって、また新たにね、こういろんな楽しいイベントが月曜から来るんじゃないかなという感じです。で、遊び方は初級、中級、上級、レアリティで使えるキャラが変わってきますよと。使えるレアリティが変わってきますよと。初級リーグだと PR 以下のみ。中級リーグだと SR 以上が2枚以下。上級リーグはレアリティ制限なしと。で、まあ、1枚以下2枚。SR もしくは PSR で強いキャラがいれば、中級リーグがおすすめなのかなという感じがします。で、僕は上級で今やりましたけど、動画映えのために。ただ、もしかしたら中級もありなのかなという感じします。まあ、組んでるデッキが、多分中級の方がいいかなっていう感じはしたので、まあ、PR とかのキャラを確認しつつ、まあ、こっちに行くか、そのまま上級でやるかっていう感じです。で、遊び方その2、条件を満たすとスコアにボーナスがつきますよと、高スコアの選手を育成しましょう。そして、ガマグチの特別イベントが発生すると、経験点獲得のチャンスがありますよと。で、これに関しては、セクションの区切りで、体力消費込み、もしくは込みじゃないのかな？成功、失敗判定ありそうだったんで。で、経験点がもらえるという感じでございました。で、この最高スコアでランキングっていう話なんですけど、まず総合評価ボーナス、選手ランクですね。ここがザーッとなってますと、僕一発目作ったやつは SS1 でした。で、基礎能力のボーナスが、肩、守備、補給100から70まで入ってきますよと。で、これに関しては、すっかり頭から抜けていて、最後なんとか帳尻合わせていけたんですけど、初めからここは意識して上げてった方がいいと思います。で、特能のボーナス、9回の頭脳、スト層。スト層に関しては、シナリオのお買い物で手に入るので、そこまで意識しなくてもいいとは思います。ただ、それが入らないことも考えて、誰か入れといた方が安心感はあるかなという感じはしますね。そして、鉄の壁、ミラクルボイス、ささやき戦術と。で、今回は、まあ、デッキ構成的にミラクルボイスもあるし、アベレージヒッター、高額打法、そしてキャッチャー、これが、安定してもらえる進むなんかがおすすめかなという感じはしますね。そして、囁き戦術、司令塔バズーカ、魔術師、支柱、大盤狂わせ、独身術、晩食、イブシギン、帳尻、積極守備、チンプレという感じの構成になってます。で、僕に関しては、初っ端のやつは、この特の青の方ですね。あまり意識しないでやったので、取れてないやつもありますと。そして、再補充ボーナスと。これ全部いけると2000点入るので、まあ、馬鹿にできないやつですね、という感じはします。ただ、無理していくほど、ね、250なんで無理していくほどでもないかなという感じでしたね。やった時は。なので、まあ、7、8回を目指してやれれば、割と、こう、順調にいってる方なのかなという感じで、まあ、でかい買い物ね、千丸とか、ストライク、早急の、宝珠とかね。その辺を買ってるとなかなか間に合わない。まあ、お金が足りないってことがあるので、まあ、そういったことを考えると、まあ、ここに関しては、そこまで意識をして、しなくてもいいのかなと、いう感じはしましたというところと、あとは報酬ですね。はい。
で、累計報酬、累計報酬が、まあ、ゲドウ君を中心に、ヒサールガチャ券、天才の入部届もあるようです。なので、まあ、累計くらいは、本赤サブ赤、両方とも行きたいな、という感じはします。で、一発で4万7千ぐらい入ったので、サクセス自体は、5回やればまあいけるんじゃないかなと。運が良かったら4回とか。で、まあ、この累計は取り切れるのかなと。天才まではね。SR ガチャ券までは多分6回はいるかなという感じのイメージですね。うん。で、イベント自体は、やっぱりその黒金の、このギャンブル要素的なものが楽しくもあり、こう、歯がゆくもありという感じで、この一週間は黒金で楽しめるんじゃないかなという感じはしています。で、期間限定チャレンジも合わせてきているようですと、それも一応確認しましょう。さっと、はい。これか。で、それが、サクチャレで補修を作成と。で、まあ、5人は累計手に入れるんであれば行くと思うので、まあ、5人は、来るのかな、本赤サバカともね、という感じはしていますねという話と、あとはまあデッキ案どういう風にしようかなっていうのはあります。で、初っ端でやったのがガガガガガ佐伯国中か、このデッキに今度でやりました。やっぱり守備が3枚固められたっていうのが結構大きかったかなというのと、練習効果ですね。星空くん、進む、そして佐伯、この辺集めるとやっぱりタック強くなるので、それが良かったっていうのと、やはり上限キャラ、佐伯、まあ、国獣はいけなかったのかな、ミートはいけなかったのかな。いけなかったんですが、補給守備が、結局アイテムで、残り1っていうのが100から101もしくは99から100この辺がバッと上げられるので、まあそういった恩恵は査定を上げる上で大きいかなという感じはしました。ただ、ただただこう、いろんな特能のこととかをあまり考えずに初見プレイとしてやったので、まあそういったところでちょっとガバったところがありましたと。まあそれでも良ければ、その流れ的にはまあいいものがあったし、こうやりたいこと、やりたい意図っていうのが全面的に出せたサクセスにはなったので、まあその辺はまた6時にサクセス動画公開するので見ていただけたら嬉しいかなと思います。で、あとは面白そうだなと思うのは今ちょっとこの画面の外で一番初めにやっていたこの、だだだだだ。まあ二股とか三股とかのデッキも面白いのかなと思ってます。なんか結局、経験点が結構うまくいったなっていうサクセスで1万ちょいだったんですね。なんかそれを考えるともうちょっと経験点欲しいなと。まあ1万1000点、2000点、2000点は出るかわかんないですけど、2000点ぐらい出せる構成が何かあるんじゃないかなと思ったりもするので、なんかそういったところで、まあもうちょっといけたかなという感じはします。まあ SS3 とか4とかのメモリを目指しながらの、いろんな特能を取ったりっていうことができれば、多分上位には残れると思うので、まあ、その辺を狙いつつという話と、あとはやはり達人の極意ですね。千丸がどれくらいのタイミングで入ってくるか。これは非常に大事な流れかなと思います。まあ、千丸を取った上で、選手のランクを上げつつ、ポイントをセーブしつつ、肩、守備、補給上げつつ、青特能、そして金特取りつつ、まあ、いろんなことを考えつつ、今回は、最強のキャッチャーを目指すというサクセスになっているんじゃないかなという感じです。で、あと特筆するところはそんなにないかな。こっちだけ確認しておけばいいのかな。ガチャ動画で、今日上げたガチャ動画で軽くは触れたんですが、黒金のパワーアップ期間が永続で入ってきますっていう話なので、終わった後の投資とかも楽しそうですねと。今やれるのかな？もしかしたらやれるかもしれませんが。で、ここにパワーアップ内容が書いていますと。で、アイテムの効果アップ。200系マネーまでは稼げますよと。で、シナリオ開始時の所持金アップ。金儲けの体力回復と、満タンなら、これがでかいです。体力満タンなら、
経験点を獲得。これはかなりうまく使えば経験点かさ増しできるので、とにかくパワージュースとかをかき集めながら最後回復しといたらお得かなという感じのイメージは僕は一発目で持ちましたね。で、本当にいろんなことができる、まあいろんなことが考えられると思うので、今回のねサクセスチャレンジ結構難しいところは多くありますが、ぜひぜひ皆さんのデッキ案とかサクセスとか、こういろんなところでね、コメント欄とかツイッターとかで交流をさせていただきながら、いいものをこう作っていければ、そして僕も動画として出していければいいかなという感じはしております。いや、なんとかねこう一発目でいけると気持ちが楽にはなるので、なんとか、まあ何位ぐらいだろうな、100位とかに残れればまあいい感じなのかな、ちょっとわかんないですね。報酬、報酬、ランキング報酬が、うん、そうですね。PSR のガチャ券が100位までもらえるので、まあ、ここで1個もらえたら美味しいなっていう感じですね。美味しいなっていう感じだと思われます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。